日本は世界で最も睡眠時間が短いとされています。その日本で今、睡眠の質を改善しようと新たなビジネスが急成長しています。都内のお寺で行われているのは、睡眠をテーマにしたイベント。住職による健康祈願の後、ヨガで体をほぐし、最後に30分の仮眠を取ります。 気持ちかったです <laughs> あと寝れました主催したのは睡眠用のウェアを開発したベンチャー企業です特殊な繊維が睡眠中に血行を促し疲労回復につながるとされ一組2万円以上と高額ながらすでに30万枚を販売しています5、七時間ぐらいですかね 目が覚めてしまうとかはありますね日本人の平均睡眠時間は OECD 加盟33カ国で最も短く睡眠不足による経済損失は年間15兆円に上るとされ睡眠不採大国とも言われていますそこでスマートフォンを使って睡眠を改善する取り組みが日本でも始まります この企業が開発した国内初の不眠症治療アプリは、薬と同様に医師が処方するもので、患者が睡眠の記録などを入力すると、就寝時間などについて助言を受けることができます。保険適用され、医療の現場で活用される予定です。睡眠薬を使わずに不眠症の治療が受けられると、 依存の問題ですとか、あと副作用の問題、まあ皆さん苦しんでいる方も多いですので、日本だとどうしても薬というイメージが強いんですけど、普通にこう治療用のアプリが、あの処方される時代がまあ普通に来る。ベンチャー企業だけではありません。NTT 東日本は睡眠計測アプリと連動して家電などが自動的に動くシステム、快眠のための家をマンションに提供。 睡眠の質の質改善に取り組んでいます主力事業だった固定電話の需要が落ち込み新たな事業として睡眠ビジネスに期待を寄せます。 ドメスティックな企業なんで、基本的には日本に留めていた事業が、睡眠っていうフィールドですと、やっぱりグローバルにも進出できるっていうところがあるので、睡眠っていうのが日本の社会課題になっているっていう中で、市場を盛り上げていくっていう立場で,です、ね、これからこう進んでいいきたいな世界的な市場拡大も見込める睡眠ビジネス、新たな輸出産業となる可能性を秘めています。 ここからは記者解説です。皆さんの中にもなかなかぐっすり眠れないという方も多いのではないでしょうか。新たな睡眠ビジネスについて、テレビ朝日経済部国吉デスクに解説をしてもらいます。国吉さんよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、あの今日本でこう睡眠に対する関心というのが高まっているそうですね。はい そうですねあの今、各地でいろいろ睡眠に関するイベントというのが行われていて私もあのいくつか取材をしたんですがやはり関心がかなり高まっているなというのを感じさせますね。えー、特にあの先ほど VTR にもありましたあれ渋谷東京・渋谷の近くのお寺なんですけども、えーまあ、こ,れこのようにですね メンバー参加しているメンバーを見ると割と若い人が多いんですね20代後半からそうなんですね20代後半からまあ30代ぐらいの人たちがかなり多くてですね特にやはり若年層の関心が高いのかなという印象を受けましたね、うんでまあ、健康ブームっていうのはですね本間さんもうずっとね長く続いてますよねはい 健康ブームっていうのは長く続いていて、まあ、食事とかそれから運動の,その重要性っていうのはずっとこう言われてきたんですが睡眠に関してはねちょっとこう忘れられてきたというようなところもあったんですが最近はやはりですねこの睡眠が非常に重要視されてきてます。うん、何がきっかけだったかというとですねやはりあの新型コロナで在宅の時間が長くなったテレワークが多くなったということがまあ一つのきっかけではないかというふうに言われているんですが直近で見るとですね あの大谷翔平選手が、えー、かなり、えー、関心を高めているのではないかというようなことも言われてます。大谷選手はですね、うん、まあ元々あの10時間以上 睡眠をとるということでロングスリーパーというふうに言われているんですが、えー、去年の5月ですかね WBC の代表のヌートバー選手が遠征先で大谷選手を食事に誘ったらですね睡眠の確保を理由に、えー、断られたということをーヌートバー選手が <laughs> あの言ったんですよねそれがまあ大きく報道されましてあやっぱり大谷選手の,その活躍の源泉というのは睡眠時間の長さなんだと。 疲労回復にはやっぱり睡眠は非常に重要なんだということをですね多くの人がまああの改めて認識したということが言えると思うんですねでまあ世界的に見てもですね、まあ、スポーツ選手に限らず、えー、著名な経営人後ほどあのご紹介しますが、えー、著名な経営人もですね睡眠を重視している7時間8時間寝てるという人が結構多いんですねですからまあ世界的な傾向としても言えるということが言えるんじゃか じゃないいかと思います、ね、はいあでも先ほどの VTR の中では日本人は世界一睡眠が短いっろいろなデータがあるんですがまあ、どのデータを見てもですね日本が最低だというデータが非常に多いんですね。はあ、今これ出てるのは OECD 経済協力開発機構が出した2021年のデータなんですが日本見てください一番上ですよ。7時間22分って本間さんどうです いやー<均>なんかねあのある意味こう先進国だったりするとこう忙しく働いてる人も多いから短くなっちゃうのかなと思いましたけど、えー、なんかいろんなバランス見ても、えー、日本だけが突出して短いですねそうなんです、ね、<laughs> ただ僕はですねこう7時間22分という数字を見た時にあ意外と長いなっていうふうに感じたんですよね、うん、それでも世界から見ると非常に短くて、うん、まあアメリカとかですねヨーロッパの国々いったらもう、ね、8時間、9時間寝てる国もあって中国は9時間超えてると。うん でお隣の国、韓国でさえも日本よりは30分ぐらい長いというようなデータがありまして、まあ、これはまあ単純に睡眠時間だけなんですけどもこれ以外にもですね睡眠の満足度の調査っていうのもありましてこれはですね日本人が32%というデータがあってこれもですね主要国の中で一番低いんですよね。 ですからまあいろんなデータを見ると日本の睡眠不足睡眠に対するまああの満足度非常に低いということが言えると思うんですがそれによるです、ねまあ、経済的な損失ということも言われていまして、えー、まあこれアメリカのシンクタンクのデータなんですけども年間で15兆円にも上るというようなことが言われています、まあ、経済的損失というと労働生産性が非常にまあ日本は低いと言われていますからその辺も睡眠不足が影響しているんではないかと。 いうことが言われてますね、うん、あの私も先ほど7時間22分って、まあ、結構寝てる方なんじゃないと思ったけどそれは世界から見ると寝てない方だってことなんですよね。そうですね先ほどの,あの7時間22分というのは、ね、まあ15歳から64歳ちょっと幅が広いんですよね。うもうちょっとあの成人というか社会人になるともうちょっとまあ6時間ぐらいになるのかなとは思うんですけどもえまあそれにしてもやはり日本人の睡眠時間は非常に短いと。 そして満足度も低いといいとととうことは言えると思いますじゃあなんでこんなに日本だけ低くなっちゃってるんでしょうかそうですねこれあの明確なあのデータっていうのはないんですけどもやはりよく言われるのはですね労働時間の長さ働きすぎということがね<ー>よく言われます。 あのまあ日本のこれ日本人の国民性と言ってもいいかもしれませんがえバブルの時代ですねあの私バブル期の入社なんでよく覚えてますけど本間さんご存知かわかりませんけど二十四時間働けますかという cm があの当時流行ってですねえまあ流行語にもなったんですよねまあそれぐらい日本人はですね働くのが大好きだと 寝る間を惜しんで働くことがま美徳だとえー、そういうようなですね風潮とか文化っていうのがまかつては確かにあったんですね私もそれ感じましたでそれからもう30年以上が経過してさすがにそういうことはなくなってきてはいるんですがやはりですね、えー、我々のよ中高年を中心に。 やっぱり働く時間は長い方がいいよねというような風潮がいまだに残っているのかなというのは感じますねそれとあと最近の傾向でいうとですねスマートフォンがまあ普及してますよね若年層を中心にスマートフォンを利用することによって睡眠時間が短くなってきているこれはまあ世界的な流れではあるんですがスマートフォンの影響もよく言われてますよね。 ねえダメだと思いつつこうベッドに入ってからもスマホをちょっとチェックしちゃって、ね、それでまた目が覚えちゃってなんていう方、はい、ねあの見てる方にも多いいんんじゃないかと思うんですよね、まあ、そもそもなんですけど、まあ、もちろん個人性あると思いますけどこのくらい寝たらいいよっていう適正な時間っていうのは目安があるんですかね。 個人差があるのでなかなか、ね、一概には言いにくいところがあるんですが厚生労働省がです、ね、先月発表したこの睡眠ガイド健康づくりのための睡眠ガイドというのがありましてこれ9年ぶりに改定されたんですが小学生だとやっぱり9時間から12時間中学生、高校生は8時間から10時間政治、まあ、になると6時間以上というのが目安ということになっています。でここには書いてないんですが高齢者に関してはです、ね、8時間以内と いうのが厚生労働省の目安になってまして寝床にいる時間が8時間以上にならないとならないことっていうのは目安になってるんですねですから高齢の方にはちょっとあの寝すぎも良くないと逆にリスクがあるというようなことを厚生労働省のガイドからは読み取ることができますねちなみにあの本間さん何時間ぐらい寝られてますか 私はですねあ,のあんまりこう不眠で悩んだことは少なくて羨まし、はいいですね大体までも7時間ああ7時間8時間くらいは寝てるんじゃないかなっていう感じですかね。 でもやっぱ身近にはあの睡眠薬飲んで寝てるっていう人もいますしはい、はい、なかなか私でも、うん、こんなか普段快眠な私でもやっぱ時々はこう今日は寝つけないななんて日もあるのでやっぱり睡眠に関してのこう<ー>悩みを持ってる人って、ね、今は特に若者も多いと思うんですよね、えー、満足度がやっぱりね3分の1しかいない満足してる人が3分の1しかいないっていことは3分の2は満足してないっていうことですからねやはりそこは社会的な課題って言ってもいい と思うんですよね同じく働き盛りの国吉さんはどのくらいですか <laughs> 私はですね実はあのー、睡眠障害というほどではないんですが、えー、毎朝ですねもう年齢のせいもあるかとは思うんですが<ー>6時前に必ず目が覚めてその後もう一回二度寝したいなと思っても寝られないんですよね。うんえー、これは本当結構ね土日なんかもう一回寝たいなと思っても寝られなくてですね、まあ、ちょっとしたまあ睡眠障害。 なのかなというふうに思っててそれもあってちょっとこの睡眠ビジネスに関心を持って取材をしてるんですよなるほどそうか眠りに入るのが難しい人もいるし朝早く起きちゃうとか夜中に何度も起きちゃうとかいろんなパターンがありますもんねそうなんですよね<ー>睡眠障害と一口で言ってもいろいろなパターンがあって個人差がありますからねはい。それぞれやっぱりね悩みを抱えている人は多いでしょうねそうですよねその悩みを抱えている方をこうね睡眠を改善しようというビジネスには今どんなものがあるんでしょうか はい、あの非常に多岐にわたってですいましてでもともとはあの枕とか布団とかそれからベッドですよねシングル類があ中心だったんですけども、えー、数年前からですね機能性表示食品といって、まあ、ドリンク類とかそれからサプリメントなんかですかねあ<ー>あの有名なのはヤクルト1000というですねこれは、まあ、睡眠の質の向上というのを歌った、えー、ドリンクなんですけどもおととし大ヒット商品になりました。 はい、それから睡眠計測デバイスはこれは、まあ、あのスマートフォンとかそれからスマートウォッチなんかを使った睡眠計測なんですけども睡眠の質を分析して、まあえー、最近のものは課題を提出するというようなものまでありますねであと一番下のゲームアプリなんですけどもこれはですね、まあ、あのポケモンスリープというのがあ去年出ましてこれ結構今話題になってるんですけどもはい、はい、ポケモンのです、ね、寝顔を集めながら、えー、ゲームをしていくと。 えー、寝ることによって、えー、ポケモンの寝顔を集めていって、えー、ゲームをしながら、えー、睡眠を改善していこうというような、まあ、睡眠ゲームアプリというのも出始めていましてかなり本当にねいろんなこう分野に多岐にわたってるなというのは感じさせますよね、うん、おそらく、ね、悩んでる人がいっぱいいるからこそこういう分野がもうどんどん、ね、拡大しているということになってくるわけです,んねそうですよね。うん、今特にこう注目している企業というのはありますか はいあの睡眠関連ビジネスはやはりあのベンチャー系ですよね、スタートアップ、中小企業が多いんですけども、えー、最近はこの大企業ですね、大手の企業もどんどん参入していまして、はいえー、特にですねこれ今あの、今、NTT 東日本がです、ね、中心になってこの睡眠コミュニティっというのを作ってるんですが、雑魚寝っていうんですね、雑魚寝っていうのはまあ大きな部屋にみんな一緒にいるのを雑魚寝っていうんですけども、はい、今、100社を数えるんですね。 でそのうちのまあ一部がこちらなんですが例えばまあ金融機関もありますし、えー、食品メーカーもありますし旅行会社製薬会社それから不動産、えー、電気メーカーもありますし本当にねいろんなその分野に、えー、またがっていましてまさにもうオール日本の、えー コミュニティだと言ってもいいぐらいいろんな企業が参加していてもう百社になってるんですね。でまあ NTT 東日本はまああの言わずと知れた通信業界の、えー、まあ大企業なわけですけれども、えー、固定電話事業に変わるまあ新しいビジネスとしてこの 新たにこの睡眠、ビジネス、睡眠関連のビジネスに参入してきたのがまあ一昨年なんですね。で、まあ、睡眠データのその分析なんかを、えー、の事業をに参入していくことによって、まあ、新しいビジネスを模索していこうというような流れになってますね。で、このザコネという企業コミュニティを主導して、えー、今もう100社になっているというような状況ですね。 はい、あの各社が、ね、自分の独自のビジネスをやっていくというのはまあちょっと想像がつくんですけどこうやって企業コミュニティとして本当に幅広い企業が参加する、はい、こういうことはどんな狙いがあるんでしょうか。 そうですねこの睡眠関連ビジネスっていうのはなかなかあのまだ世界的に見ても未知の分野なんですね。ですからまあそれぞれの企業がえなんかこう睡眠ビジネスに参加したいなと思ってもえ実際何をすればいいのかっていうのはまだこうどの企業も手探りな状態なんですね。うん、そんな中でやっぱりいろんな企業特にえ業種の異なっている企業と組むことによっていろいろ協力もしていけますし、えー、あるいはこう新しいビジネスの新しいアイデアも浮かんでくるでしょうし今これ出てる のはですね、千葉県にあるです、ね、マンションの一室なんですけども、はい、これは NTT 東日本とマンションディベロッパーの長谷子という会社が組んでやっていてですね快、えー、眠のための家というのとそれからこれバーチャル森林業こちらはエステという。はいえー 日用品のメーカーが一緒になってやってるんですがこういうのを作ることによってですね、えー、いろんな、まあ、これ実際あの賃貸マンションの住民の人たちが実際にこの使ってですねそのデータを取って分析することによって、えー、一番いいその睡眠の状態っていうのはどうすればいいのかっていうのをこう今実験の段階ですけども、えー、いろいろ企業 なな業種が一緒になってやっていいるとううよなな状況なんですねうんやっぱりねこうジャンルが違う企業がそれぞれのアイディアを出し合うことでさらにこう、ね、ビジネスが広がっていく感じがあるわけですね。そうなんですね本当にもう,う食品メーカーもあり電気メーカーもあり通信業界もあり不動産だとか、まあ、本当に金融も入っててっていう本当にもうあらゆる業種が入ってるんで本当にどんなことができるのかってもうなんかあの見てるだけで我々はちょっと楽しみになってくるんですよね。確かに そしてあの最新の it 機器を使った取り組みというのも始まってくるようですねそうですねあのここまではですねまぁ、あ、ヘルスケアといってまぁ健康関連の分野というふうにまああのカテゴリーとしては言われているんですがここからですね本当にもう医療の分野ということになってますえっ、ー、とスマートフォンの、ね、アプリを使った不妊症の治療というのがですねえ間もなく始まりますこれあのー おそらく春ぐらいにはですね保険適用されるんではないかというふうに言われているんですが、えー 医療用のアプリとしてはこれ3つ目日本では3つ目なんですね今医療用のアプリであるのはですね高血圧の治療アプリそれからですね禁煙の治療アプリって2つあってこの不眠症の治療アプリとは3つ目ということになるんですが、うんえー、おそらく今年の早い段階で保険適用されて各医療機関で提供されるということになると思います。 でこのいろいろアプリってのはどういうものかというとですね、まあ、本当にあのお薬と同じ薬と同じようにですねお医者さん医師があ患者はですね自分のスマートフォンにアプリを入力してで、まあ、この不眠症向けの場合ですと毎日その睡眠のデータを打ち込んでいくわけですね。で、まあ、1週間に1回ずつアプリがですね、まあ、AI ですけども、えー、フィードバックをしてくれて、えー、いろいろですね 睡眠を改善するにはどうすればいいかというのを、まあ、お医者さんに代わっていろんなアドバイスをしてくれるというようなこの医療用のアプリ不眠,症不眠症対策のの治療用のアプリなんですね、はあまあ、やはりねこう不眠症の治療っていうと、まあ、薬っていうのが一番分かりやすく思い浮かぶ方法ですけど、はい、まあこういった薬ではなくってアプリを使うことにはどんなメリットがありそうですか そうですねあの。日本ではやはり治療というと薬のイメージが非常に強くてまだまだそのアプリというイメージを持つ方は非常に少ないと思うんですがアプリの場合ですね、薬ではないので薬を使った場合のその副作用だとかあるいは依存症の心配というのはないわけですよね。であとはもうあのまだこれはっきりとはしてないんですけどもはっきりとしたデータは出てないんですが薬を購入するよりはアプリを導入した方がかなりコスト的にも下げられるということが言われてましてまあ えー、いろんなこうリスクを避けられるということそし,からそしてコストを抑えられるという、まあ、大きく2つのメリットがあると思います、うん、例えば、ね、初期の症状の人もアプリで済んじゃうかもしれないし、まあ、なんかこう段階を、ね、変えてこう治療にあたっていくという可能性もありますもんねそうですねそれぞれ人によって、ね、個人差があっていろんなこの症状というのがありますからそれに合わせていろいろな あのアプリがアドバイスをしてくれるというようなことになりますね、おそらく。うこういったの睡眠関連のビジネスというのはこの間先、広がっていきそうですかね。はいあのー、これ、世界的にもまだ未知の分野というふうにお話ししましたが、えー、世界的にもですね今やはり睡眠に対するその関心というのは、どん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 あの高くなっているんですね、まあのー。先ほど大谷選手の話がありましたが、えー、世界のですね著名な経営者もですね、 睡眠を重視すするる傾向があると言われています例えばですね、はいえー、イーロン・マスクさんテスラのイーロン・マスクさんも、はい、あの激務で知られている経営者の一人なんですけども、えー、意外とですねよく寝ていて6時間、えーえー、今ちょっとあの薬剤薬物中毒薬物の問題でちょっとあの 取り沙汰されていますけれども、イーロン・マスクさんもお睡眠はやっぱり六時間必要だと。これも、あの、すべて、アメリカのメディアの報道をベースにした数字なんですけれども、イーロン・マスクさんで六時間。それからビル・ゲイツさんも七時間だと。それから、アマゾンのジェフ・ベゾスさんは八時間だと。うん あ一番下のウォーレン・バーヘッドさんは、まあ、これは、まあ、あの高齢の著名な投資家ですけどもやはり8時間は睡眠を取るということで、まあ、あ世界的なその経営者投資家もえかなりあの寝る時間が意外と長いと、えー、睡眠を重視しているということが言えると思いますこういったこう、ね、ビジネスの世界で有名な人はさぞ睡眠時間を削ってさぞ頭をフル回転して仕事してるんだろうと思ってましたけど意外と皆さんちゃんと寝てるんですね。 そうなんですよね、うん、私も3時間4時間ぐらいの睡眠なのかなと思っていたら意外と、ね、寝ててるなっていう印象がありますよね、うん、だからこそねやっぱ睡眠は大事っていうのが、まあ、世界的にこう、ね、価値観として共有されていって日本でもやっぱり、ね、あの働いてるのばっかりじゃよくないよっていうふうに変わっていくことをね望みたいですよね。 そうですね、あの日本が、ね、今のところこう世界をリードしていくような形になってきていますので、えーまあ、いずれはです、ね、輸出産業としても期待ができるのかなということを、まあ、多くの関係者の方も話をしてますしやっぱりあの次の,その成長分野ですよね日本がそのどうやってこう飯を食っていくかという成長分野をどうするのかって、まあ、もうずっと課題ではあるんですけども、うんえー、その一つとしてこの睡眠関連のビジネスというのも有望ではないかなというふうに思いますね。 あのコメントいくつかご紹介しようかなと思って見てるんですけどあのやっぱりねあの日本人は会社で寝てるとか <laughs> あのねこう働くのが、ね、あの大好きだっていうそういう根性がねやっぱりあるよねみたいなあのコメントもやっぱきてますよねあとねあの睡眠でやっぱ悩んでる人が多いのも日本が多いのかなっていうのをねやっぱ あと「あ焚き火動画を寝てると寝落ちする」とか、まあ、自分自身のねあ<お>ったこう寝落ち方法とかこう入眠方法みたいのを見つけてる方もねあと,、えー、と「部屋の明かりを電球にするといいよ」とかねはい<お>そういうあと「仮眠ビジネス」も増えてるねってのありますね要は日中にね,ね、はいはい、仮眠を取れる場所、えー、そうですね。あ 勝ちネスポットなんていうのはありますからね今ね立ったものになって寝られるところが設置されてますね。あそれだけ、ね、普段夜ちゃんと寝られてないってことですもんね。そうなんですよね、うん。なるほど。まあでも、ね、こうやって日本があの睡眠にこう悩みを抱えている人が多いからこそビジネスもねこういう豊かになっていってそれを改善しつつ世界にも広がってよりこう悩みを抱える人が少なくなっていくっていうのがねあのでね望むべき形ですよね。いいねはい。 はい、あとなんかあの気になってるのは保険適用っていうのがどうなるのかなっていうのを結構皆さん興味あるみたいですねアプリですよね、うん、えまだあのはっきりしたいつからっていうのは言えないんですけどもおそらくまあ今年の早い時期に保険適用されてそうなるとまあ全国の各医療機関でそのアプリが処方できるようになるわけですね、うん、ですからまあ不眠症で悩んでる方はあそのアプリを使って治療を受けられるということがまもなく起きてくると思います。 へ、あのいろんなね、こうパターンで、があると思いますから、自分に合った睡眠時間を、こう自分の満足いく形で取れるようにね。こうビジネスも助けになるといいですね。そうですね。はい、国谷さん、どうもありがとうございました。はい、すみません、失礼します。